もこんにちは、日本大学4年生の宮下優香です。今回は MC として24卒の状況を聞いていきたいと思います。はい、今日は24卒の方々のサマーインターンの状況だったり、夏終わりの現在の状況を聞いていきたいと思います。では自己紹介と一緒に状況をお願いいたします。はい、大東文化大学3年の豊田優馬です。サマーは3、4社しか行けてなくて、でこれからまだ選考待ちとか選考に進む段階っていうのが現状としてあります。よろしくお願いします。3、4社すごいよ。頑張ります。頑張ろう。はい、頑張ります。はい、はい、関西大学3年の西尾里奈です。サマーインターンは0社です。お願いします。はい、筑波大学3年の国徳由衣です。サマーインターンは私も3、4社ぐらいって言って、これからまた3、4社ぐらい参加する予定です。お願いします。え、皆さんどのぐらい、何社ぐらい出したんですか？僕は10も行ってないぐらいで、うん、人材とか、あとは業界問わず結構出してるっていう。あ、気になったところを出して。そうですね、はい、幅広く見てます。いいと思います。ありがとうございます。どういったところを出しました？私はコンサル業界を一社だけ受けたんですけど、落ちました。あ、だからインターンは行ってないんですけど、先行はコンサルを受けました。お疲れ様。絶対その経験がさ、今後生きてくるよね。頑張ります。頑張れ。はい、私は食品を見てるので、食品を主に20社ぐらい渡しました。20ってすごいですね。めっちゃすごいと思う。面接はもう何回かしたの？面接何回かしました。そうなんだ。はい、個人面接は1回だけなんですけど、集団は結構やりました。あ、そうなんだ。はい、今のところなんか特別優遇みたいのはないんですけど、はい、早期選考にっていうパスをもらうっていうところは何社かはありました。はい、僕的に、はい、早期選考をもらいにインターン参加してるっていうよりも、経験とか、うん、今まで出会ってこなかった学生と、うん、なんかワークするっていうのに、うん、刺激をもらえるっていうのが楽しくて、内定というよりそこゴールで今やっちゃって、そうですね、友達とかもできて、なんか LINE グループとかで情報共有したりとかっていうのはすごいインターン参加してよかったなっていうのはあります。よかったね。はい、どうでした？私は優遇はまだあんま感じられてなくて、はい、食品のインターンはこれから参加していくから、これからどうかなって感じですね。じゃあ実際そのインターンに行って、はい、成果を出して、はい、優遇もらえたらいいなっていう、はい、頑張りたいです。形で、もう絶対大丈夫。頑張ろう。頑張ります。なんか受かった企業名とか、どんなところ落ちちゃったとかありますか？受かって一番嬉しかったところを教えてください。一番は、うん、受かったんだ。受かって、まあ、まだ結果とかは来てないんですけど、すごいいいワークできたなっていうのは。なんかありました？私は食品の中でまだ参加はしてないんですけど、決まってるのがとか、うらやましい。ここら辺が決まったのは嬉しかったです。なんかこれほどだった。みんな知ってる企業ですよね。スペヒはなんか大手ばっかだから。そうだよね。はい、ウェブテストどうですか皆さん？私はちょこちょこ勉強するようにはしてます。正直さ、勉強しなくてもできる？いや、ま、本当にできなくて、最初は本当にできなかったんですよ。いや、ちょっと本当にできなくて、最初びっくりするぐらい、それでちょっと焦って頑張って勉強しました。あ、そうなんだ。ウェブテストのためにめっちゃ勉強する時間割くっていうよりも、私的にはなんですけど、ES を出して、そこでウェブテストの実践して、実践で受けながらなんかできるようになっていく。ああ、なんかやっぱりそう、過去問とかさ、実際の問題がなんか一番できるようになっていく気がして、はい、同じような問題も出てくるし、もしだからウェブテスト解いたとします、うん、で結果だけ来るじゃないですか、うん、落ちましたみたいな。でもどこ間違ったか分かんないから、結局練習になるのかなっていうのは今自分なりの回答集作るみたいな感じですか？そうとか、もう同じ問題だから文章とか覚えて、はい、これみたいな。そんなできるようになるんですか、やり続けたら？うん、うちでもなるから大丈夫。暗記ゲーみたいになっちゃってる。そう、暗記ゲーだった気がする。本当に暗記ゲーだった気がする。
皆さんもその9月どう動いていこうとかどういうことをしようっていう目標だったりその実際にすることは決まってますか？どんな感じですかスケジュールは？今決まってるのが3つあって、はい、で1つがあのなんかワンデイ選考会っていうやつ でもう1つがグループディスカッションがあって、でもう1つがリベンジサマーインターンっていうのが行われる予定です。今のところはもういいね。そのグループディスカッションだったりあのグループワークの経験詰めるって、いやそうです、本当に練習の場としては言っちゃいけないかもしれないですけどめちゃめちゃっていうと、あと僕なんか部活と教習があって、そっちも結構時間取っちゃうので、そうだよね、そこもちゃんとクリアして、もう免許は9月中に取りたいな。いやもういろいろ両立しててこのインターンも両立してて本当に偉い。ありがとうございます。どうですか？私は一個ジョブトラっていう就活イベントに参加する予定と、ジョブトラ行くんだ。はい、ジョブトラに参加します。それも、あの動画出ると思うんでぜひ見てください。見てねー私は3社インターンがあって、1つはワンデーのインターンで、2社は数デイズのインターンです。全部性志望度が高いの？そうですね、志望度は高いです。みんなはもう本選考始まってる？こういうとこは受けてない。いや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 、あの